まあよっぽどショックだったんでしょうね、2011のあの 3.11 が。仕事としてやり始めたのは2019年の秋ぐらいですかね。神奈川から移住、札幌に1回移住して、で札幌経由で長沼に来たんですけど、あの本当に目と鼻の先に新規就農者で、その時に、5年目だったかなぐらいの農家さんがいて、そこの従業員として初めて長沼に来ました僕は。で従業員やりながらいろんな人と知り合っていく中で、あの親方に会って、でそうですね、紆余曲折会って、最終的に親方のところで研修をさせてもらうことになって、あの大学を2年で中退してからずっと音楽やってたんですね。で、まあ、音楽だけで食べていけてるわけではなかったんですけど、とにかく音楽だけできればどうでもいいやぐらいの生き方をしてたんですが、 3.11 で結構考え方が根本的に変わっちゃって、でちっちゃい頃あの大家地札幌に住んでやってたことがあったんですけど、もう北海道に移住したいなって地震の直後から思うようになってしまって、あの神さんとも席を入れてなかったんで、あっちで移住してから仕事探しますって挨拶して、こっちに車に席入れてこっちに移住して、それが10年以上前ですかね。もう震災の後のバタバタがあまりにも衝撃的だったんです。僕世田谷で一緒に住んでたんですけど、あのアパートに、地震が起きた直後にもうなんかこう多分パニックになるだろうと思ってスーパーに買い物に行ったんですよね。そしたらもう何もなかったんですよ。でこんなことになるんだと思って、で次の日にはもうね、あのニュースで原発が爆発するんじゃないかみたいな話になって、誰一人いなかったんですよね。あの一軒家の人がみんな車荷物に出てって避難していたと。なんか衝撃的な光景で、あまあもう本当甘いなって今考えると思うんですけど、漠然とやっぱり食べ物に関われる場所に行きたいなってその時にちょっと思ったんですよね。で結局その2年半それからかかって札幌の市内に住んで、で派遣社員みたいな感じでこう証券会社の電話番みたいなことやってたんですけど、何しに来たんだろうと思っちゃったんですね。その時も求人を探してたら、こうそれこそさっきのお話だったんですけど、求人が出てきてすぐ連絡したらもうすぐ面接に来てくれって言われて、で彼の家はもうすぐそこなんでスキー場にいっぱい人が滑ってるのがみんな見えたんですよね。でなんかいいなと思って、ぜひ働かせてくださいって言ったら、あの採用してくれたんですね。どんだけ大変かよく分かってたんですよね。1年間分を2、3ヶ月で稼がなきゃいけないっていうその大変さ、もう絶対失敗が許されないっていう、そういう状況になるっていうの分かってたんで、野菜農家で独立するのも諦めてたんですけど、後から考えると甘かったんですけど、養鶏ならいけるだろう、楽だろうと思ってたんですけど、全然まあ楽ではなかったんですけど、他人事だと思ってたと思います。僕の鶏じゃないって思って接してたと思うんですよね。でそれもすぐ見抜かれてたと思うんですけど、お前もう最初の頃毎日来なくて来なくてって言われてたんですよね。でもやっぱりやってるうちになんかこうなんか面白いなと思ってたんですよね、心のどこかでは。で意地でも収納してやろうと思って長沼で、あのノウハウを一応食らいついて教わって、でまあ完全コピーしてやってるっていう感じですね。最高で2000くらいは入るようになってます。だいたい1500から2000の間をこう行ったり来たり、まあ、ひよこも入れてその和数にして、で計算して始めたんですけど、やっぱりその状況がいろいろ変わったので、そうですね、まあでもこれ以上大きくするつもりは今もないですかね。順調でした。多分あの新規就農者の中ではかなり順調にいった方だと思います。あの借金をしないっていうスタートだったんですよね。で自己資金も、普通の野菜農家の半分もないようなレベルだったんですけど、それでやりくりできるように計算して始めて、ギリギリあのなんとかやってこれた感じです。お金借りずに、はい、あの銀行の人とか営業に来るんですけど、すごい驚きますよ。あの無借金で収納してこんな5年目でちゃんとやってる人が、ね、いないっすよっつって、やっぱ鶏ってやっぱすごいんだなと思いました。ただその一回も卵はもう余らせたことないですね。もう絶対全部売ってきました。 100% あのもう持ち運べないぐらい殻が薄い卵じゃない限りはもう絶対全部売ってきました。
はい、とにかくもう常に営業してましたね。あの研修中にも東京にも何回か行って、で今でもやっぱり出してるとこも何箇所かありますし、あとはもう配達しながらもうとにかく探しました。あの札幌方面、江別とかこの辺含めて、でお客さんも個人の人もたくさん今でもいるんですけど、いろんな人紹介してもらったりとか、やっぱりいろんなとこの卵を取り寄せたり、東京行った時に買ったりとか食べたりしますけど、やっぱり、ね、鮮度が良くなくて、産みたてじゃねえなこれっていうのすぐ分かるんですよね。割っただけで黄身割れちゃうとかで、まず鮮度がいいことですね。産んだらもう絶対1週間以内に全部あの出荷するんですけど、鮮度がいいことと、あと飼料の鮮度です。もうとにかく変なものは食べさせない。カビ生えた米ぬかとかカチカチのやつとか食べさせない。 95% ぐらいはもう本当に地元近辺のものでできてると思いますね。それも重要です、だと思います。僕は穀物も本当に、なるべく僕すらないで、あの麦なんですけど丸麦のまま揚げたりとか、もうするとすぐ劣化しちゃうので、なるべく種のまま食べさせてあげたりとか、きな粉もあの本当そこで焼いてもらってるやつなんですよ。すごい鮮度がいいもの食べさせます。生まれた日に、少なくともその生まれた日とかその次の日にひよこ取りに行って、でそこからちゃんと、ここで育てるっていうのもこだわりですね。大人を買ってきて話しても同じ平飼い輸精卵だと思うんですけど、あのワクチンとか抗生剤とかやっぱりちゃんと処理されてる状態で来るので、それが嫌です、はい、あの今いろんな問題があると思うんですけど、できる限りそういうの使わずに育てたいなって思ってます。ある程度、はい、あの最低限の広さを確保してあげて、いますね。泊まり木がたくさんあって、でかつ日当たりもある程度ないといけないので、結局絶対その横に板張ったりするので日陰はできるので、そこで眩しい子やっぱ休めるし、さっきも言ったんですけど乾燥をある程度なんかしてないとすぐ風邪ひくんですよね。そういう意味で日当たりよくしてますね。やっぱり普通は日陰で育てるっていうのがセオリーなんですけど、ちょっと普通とは違うかもしれないです。やっぱその飼料の値上がりですかね。それは本当にすごいことになってます。普通はもうこの規模でやってて経費があんだけ上がったら結構大変だと思うんですけど、みんなやっぱり値上がりを許してくれたので、25% ぐらい値上げしたと思うんですけど、別にそれで辞めた人とかもいなかったですし、で環境がたまたま鳥インフレがその次の年に出たので、やっぱ卵不足だったのもあったと思うんですけど、卵自体のその本当の価値みたいなのはちょっと底上げされたところがあって、運が良かったなと思いました。これから考えなきゃいけないのは精神的な休養っていうか、体力的なものはもう山は越えちゃったので、多分10年でも続けられるんですけど、あの周りが見えなくなっていくような気がするので、僕は配達で外出れるんですけど、いろんなとこちょっと寄ったりとかして勉強できますけど、あまりにも外の世界と関わらなすぎになっちゃうので、そうですね、とにかくいつ食べても必ず美味しいって言ってくれます。鮮度、まあ、何にも変えてないし必ず1週間以内出してるんだから当然なんですけど、あのそういうのは本当に励みになりますね。あ、まあ、お客さんに会って話すのは一番楽しいですね。単純ですよねそう、やっぱなんかやっててよかったなって思う時はそういう時ですかね。この状態を続けるっていうのが結構もう 最低で最高っていうか、そのこれ以上ないんですよね、僕ら2人でやる分には。だからでやっていける状態ではあるので、できるだけ長く続けられればいいかなと思ってます。そんな大きくする、つもりもないので、だ人それぞれだと思うんですけど、僕らはそのできる限り自分でやって自分で売るっていうサイクルをできる限り続けようという話はしてます。